パネル展の、行った動機ってなんですか？パネル展はですね、それこそ、コープで平和担当理事として活動してたこともあって、広島、長崎も行きましたし、いろんな、3.1ビキニデーとかね、いろんなそういう活動に参加して、その原爆のこととか核実験のこととか、なかなか素人をしないとね、わからないことがたくさんあって、それをやっぱり知ってしまったものとして伝える、やっぱりいろいろね、勉強させていただいたので、伝える義務があるんじゃないかっていうのはずっと頭にありました。で、この東交流センターができた時に、館長さんがちょうどなんか平和の関係で、なんか講演をやりたいと。で、その方が来るんだけどね、それだけじゃ寂しいから何かやってくれないかと言われて、原爆展だったらできるよって言いましたら、じゃあやってということで、それがきっかけで毎年ここでやるようになりました。これは何年ぐらい？それがだから、ここが開館7年前、ちょっとその最初、それがきっかけですね。
何かこう戦争に対して今のこの社会に一言こう思いみたいなのございますか。そうですね、いろいろこの政治なりを聞いてるともう武力には武力でしかっていう、ね、場面しかないんだっていうのがすごく出ていますけど、やっぱり私は日本がね、今までバカと言われ、ずるいと言われても人を殺してこなかった71年間、これはすごい貴重なことで、やっぱり、戦争、武力には武力っていうと結局はその負の思い、ね、辛い悲しい嫌な思いがだん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 積み重なっていくしかないなと。やっぱりそこで日本人が人を殺してこなくっていい加減だと言われながらもね、本当に羊飼いのような役割をしてきたけれども、やっぱり日本人でなければ武力なしで平和をやろうって言えるのは日本しかないんじゃないかって私はそう思います。なので、原爆展を見ていただいて、あの紙芝居を見ていただいて、これから子どもたちや今の若い人たちがこれから戦争するのかしないのか、そういう局面に、なってくる、そういう場面に、ね、向かわなきゃいけないのがこれからの人たちで、その人たちにいろいろ知った上で本当に何が必要かを考えていただく、まあ、一助に、ね、きっかけになってくれたら本当に嬉しいなと思います。